事務所便り。はい。いい帽子ですね。はい、来たる5月4日ですね。はい。はい。通れるって絶対。5月4日、ツッチーとモエミの誕生日イベントが、はい、当日です。はい、はい、あるんですけど、今日はちょっとそれのオープニングムービーを撮ってきました。撮ってきました。風強かった。なんかいつも風強ない。ブンブンブンの撮影の時も強かったしな。なんかね、コスメプラスワンマンの時はオープニングムービーにかなり凝っててですね。はいはいはい、過去名作が多数あるんですけど、今回は名作ではなく、はい、名言が出ますね。名言が。名言。しびれちゃうね。泣いちゃうかもしれない。うん、よし行こうってなるよね。なるなる。最高、うん、拍手しちゃいます。拍手しちゃいますね。はい、それがね、まだ見れますので。はい、でそしてその後、今回のワンマンはゲスト超多数っていう。7組です。ワンマンなのかなと思うくらいです。ワンマンです。ワンマン。なんせ俺たちにどんどんそのゲストを混ぜて混ぜて、はい、やるっていう感じでね。出てき方にも注目です。はい。はい、往年のあのコーナー、はい、はい、やったりとかね、しますけど。懐かしい。なんかほんまに新しいよね。こんなの初めてやるな。こんなの初めて。うん。こんな、なんか、楽しみ。見た方が、あまり見たことない。俺普通に見たい。うん。それ10月のワンマンでもやってたな。10月のワンマンは、ワンマンでまた違う。違うやつや。だって映像がとかやったり、今回はそのゲストの出方が違うって感じ。違うよね。うん。いやほんでさ、前のさ、予備校でさ、予備校じゃないわ。事務所頼りでさ、はい、CD 届くかなって言ってました、ね。あ、はいはい。届きましたー、はい、イエーイ、無事ね、CD だけじゃなくてグッズも全部届いたので、はい、帽子も届いたし、アクスタも届いたし、はい、T シャツも届いたし、はい、完璧です。あとはそれをギルティに送ったのがギルティに届くか、うまい。いやでも今佐川の人自信満々に大丈夫って言ってたから、うん、すごい。あれ一人で持ってはんの？そら、そら持ってるやろ。すごいな、重いよ。なので、そうで、この中にあの小説もね、この前も言ったけど、これ入ってるんですけど、すごくいい感じなので、ぜひみんなからゲットして、はい、手に取ってください。取ってください。はい、あのオンラインストアでも買えるようになるんですけど、うん、5月7日以降から順次発送という形になりますので、うん、はい、よろしくお願いします。はい、これを見てる世界中のあなた、はい、渋谷に来れないって思っても大丈夫です。なんで？ネット環境につながってますよね。これ見てるってこと。見てる。配信あります。しかも、もうね、こう、カメラがギュンギュン動くし、ギュンギュン動く、マルチカメラで寄ったりもするから、うん、すごい。でギルティはね、音もいいで有名ですし、そう、照明もいいしね。はい、そうなのよ。なので配信でもね、かなり存分に楽しめると思います、うん、はい、思いますな。2週間見れるので、ぜひ配信も見てくれると嬉しいです。うん、2週間ってことはそうか、18か1日10回以上見れるもん。何100何十回見れるね。100何十回見れます。お得ですね。100何十回擦り切れるほど見てもらえたらと思います。はい、配信などは、はい、概要欄に、ね、はい、リンクありますので、そちらからお願いします。お願いします。で、チケット予約などメールなど、はい、概要欄の方に載っけてますので、ぜひご来場ください。お気軽に。あと1個、んこちらの曲ですけれども、うんうん、なんと同時サブスク解禁、はい、されますので、どうしても早く聞きたいという方 は、はい、サブスクでダウンロードしたり、そうですね、サブスクでダウンロード、いや、普通に買うですね、はい、ダウンロードしたり、サブスクで聞いたり、はい、あとは MV 何回も見てください。はい、それではどうもありがとうございました。バイバーイ。